高橋由一チャンネル。議員さんが、うん、あの中国の方の、うんうん、ハニトラに引っかかったんじゃないかみたいな報道があったんですけど、そうね、あれ、はい、去年かな、あのなんだっけな、文春に出てて、はい、あのつい最近も新潮に出てて、はい、あれだよね、その新潮の、うん、記事を読むと、はい、あれだよね、秘書にしといて、それで通行証も与えてて、はい、それであれだよね、いろんな省庁のレクにも全部同席させてたってこと、はい、その資料全部抜けてたよね、間違いなくね。あ、まあ、そうか、うん、そうですね。それで もっとひどいのは、その秘書にしてた、ね、中国女性が、はいはい、なんと日本の中の中国の秘密警察の関係者だって話でしょ、うん、それは とんでもないよな。秘密警察の関係者みたいな秘書にしといて情報が全部抜けたっていうのは大変な話だよ、はいはい。でもこの話、こんなにすごい話なのに、なぜか地上波では全くやんないんだよ。やんないですよね。不思議だ。こんなに面白い話で滅多にないと思うんだけど。はい。雑誌しか追ってない感じ。そう。それでね、この話をね、まあ、ね、自民党なんかにしてもね、え？とか言って結構しらばっくれる人が。しらばっくれるんですか？だからね、私は怪しいと思っててね、うん、これをしらばっくれるのはね、ひょっとしたらドドイコじゃないかなっていつも思ってんの。引っかかっちゃってる人。いや、だって、しらばっくれる必要なくて、こんなの、去年からずっと週刊誌にたくさん出てたから、知らないはずないだろうって、まず思うんだけどね。そうですよね。うん。うん、自民党の中の有志の議員かなんかはね、だんだん問題視してる人はたくさん、ちょっとずつ増えてますけど、ね。増えてますか。うん。でもこれ、全然テレビもやんないし、はい、不思議だな。うん。いや、だからテレビもやられちゃってるんですかね。やられちゃってるかもしれないね。すごいね、この内部でやられちゃうとあれだよね、うん、もうどうしようもないよね、これね。これやっぱ中国はそんなに来るんですね、うん、そのハニートラップ的な人。ああ、だから、私がさ、ネットの上ではさ、ハニートラップ専門家とか言われてるなって、それは、もう何回も言うから言ってるけどさ、役人の時に、はい、まあ、財務省の、その時の偉い人と一緒に行ってね、はいはい、私はだからその人の、まあ、秘書みたいな役で、行って、課長補佐だったからね、はいはい、それで、なんかね、すべてのね、決済する。お金を出すときに私が全部やるっていうことだったんで。ああ、そうなの。それでね、その時あ、高橋くんな、あれだぞって、この中国ってすごいとこなんだぞと、はい、言われて、はい、それで、自分はね、奥さん連れて行くけど、はい、奥さん連れて行くっていうのは公務員の主張としてあんまり言えないんだよね。でもね、危ないんだよと。奥さん連れて行かないと。はい、ハニートラップがあるから、はい、で高橋くんも私、自分のね、側近だってことで、はい、あり得るかもしれないから。はい、気をつけなさいって言われた。もう全然分かってない。全く分かんなかった、意味が。分かんなかったんだけど、はい、言ったら本当そうだったから分かったんだよ。さすがに、そうやって聞いてたから、はい、あのね、ここで私がね、ここに落っこっちゃったら大変だと思うから、はい、もう絶対にそれはもう、ノーサンキューって言い切ったんだけどね。それ、どういう、シチュエーションでどう来たんですか？いや、なんか、ホテルに戻るんだよな、はい。ホテルに戻った後、トントンだよ。トントンって。びっくりするよ。それガチャって開けました。開けたらアウトなんだ。開けたらここで見て。野崎アナで見て。そうそう、見てある。そしたら誰が立ってたんですか？どんな人が立ってたんですか？すごい、美人。びっくりするくらいの美人。びっくりするくらいの美人。人の好みをちゃんと聞いてるからね。あ、そうなんですね。うん、びっくりして。だから、そう、おそらく私もそういうふうに事前に聞いてなかったら危ないよ。うん、あ、まあでも普通に開けちゃいますよね。開けちゃうね。なんかわかんないとね。うん、だからそれは、もう開けたらアウトらしいんだけどね。開けたらもう入ってきちゃう。入ってきちゃう。うわ、怖っ。そういう風な、はい、体験をね、30歳の前半ぐらいにしたから、もうこれはびっくりしたよ、正直言うと。もう そのね先輩に言う通りだった。私はそれ以来ね、はい、中国にね、単身で行く人は危ないっていう、そういう仮説を持った、はいはい、はっきり言って仮説、はい、暴論仮説です。だからこれをね、ある国会議員にね、はい、中国どこが行きましたかって言ったらね、何回って言ったから、はい、私はたくさんハニトラあったでしょって言ったことあったんで、そしたらさ、はい、もうその人怒っちゃっただけ。怒っちゃったよな。うん、じゃあ仕事行ってんだとか言ってたけどさ。でも、まあ、中国そういうとこだからコスパいいし、うん、だからこれは別に中国に行く行かないにかかわらず、日本の国内でもあるんですよ。そうですよ。日本に来てる人で引っかかる。引っかかるんだよ。引っかかるんだよ。だからそれはそれで引っかかるんだよ。だからそういう国だから別に、普通にやってるんだよ。ああ。
うん、そしたらなんか安倍さんも面白い話してたよね、はいはい、あの小泉政権の時に募集団で行ったんだけど、自分はどうもあの他の人は美女を当てられたんだけど、自分はどうも美男子だって言って、もうなんか勘違いされたんじゃないかって、そういうのを安倍さんは結構 ね、 こうね、いろんな、ね、場で喋るんだよ、ね、私はだからそれがネタなのかよく分かんなかったよ、はっきり言うと。あの場を盛り上がらせるための、ね、面白いジョークなのかよく分かんなかったけど、なんかいろんなとこで喋るんだよね、うん、でもそれは多分あれなんだよな、あのそういう風土があるんだよ。うん、だから、まあ、私はハニトラ専門家でも何でもないんだけど、はい、あの要は中国ってあるんだよそういうの。そう、アメリカ人も結構引っかかってるって言いますよね。いいよ、だから引っかかるよこれは、うん、家内の人が。家内の人、うん、だって知らないで行ったら引っかかるもん。あ、そう。私なんかさ、行った時にさ、こういう話、私知ってるでしょ、はい、引っかかってなかったら知ってるんだけど、はい、一緒に行ってる人みんな黙ってんだよな。よくわかんないよね。なんで、なんでみんな黙ってんのかと思うよ。言えるのは引っかかってないから言えるんだよ。うん、声上げる人がやっぱ少ないってことはそうなのかなっていうふうになって、ね。私の、あのね、科学的推論。私レベルにやるってことはかなり広くやってる、うんうん、それでかなり広くやってて言う人が少ないってのはおかしい。うーん、そうですね、うん、科学的な推論です、はい、誰がどうっていう話じゃないですけどね。中国からしてみるとものすごくコストパフォーマンスがいいってことなの。そりゃそうだよ。結構な確率でだから引っかかってるってことになるね、確率で引っかかんなくたってコスパはいいでしょ。まあ一人一人やってて、うん、ててこれでもしかうまく取り込めたらさ、すごいコスパ高いよね。うーん、基本的にはその政府の情報を持ってきてほしいとか、そういうのが狙いで、政府の情報を取ったりね、あと政府の動きをね、あの監視するっていうか、そういうことじゃないの。日本国内の秘密警察、はいはいはい、秘密警察って実はあっちゃいけないんだよ ね、 そうですね。あの秘密警察で何やってるかっていうと、はい、いろんな中国政府の行政サービスだっていうんだけど、普通はその行政サービスのサポートとかそういうのは、あの在外公館ってとこでみんなやるわけ、はいはい、在外公館っていうのはどこにあのあって、はい、これで誰が働いてるかで一応わかるんだよね、うん、で在外公館でやるような話をね、秘密警察でやってるってことは日本の主権侵害だよね、はい、これ秋葉原に実は具体的な地名も明らかになってるし、はい、うん、私もちょっと 見に行ったことあるけど見に行ったっすね。いや秋葉原は結構あのパソコンの部品でよく行くから、はい、普通のビジネスホテルみたいな感じだったよね、はい、それで そこで活動してるってことだった、はい、これはもうあれだよね、違法行為だよ。なるほど。このチャンネルを作ってる弊社にですね、うん、新卒採用の応募で中国のすごく綺麗な人が来たんですけど、申し込みそちらでそちらでちゃんとそちらでいろんなとこに来てんだよ。あの中国ものすごく人いるから、はい、あのいろんな好みの人どんどん顔に似てる人たくさんいるよ。そうですね、綺麗な人でした、うんうん、はい、だからそちらの可能性あるんじゃないの。そういうところまでいろいろ、そうだからこういうのはスパイ募集法みたいにきちんとやんなきゃいけなくてね、うん、国会議員はまずね自分のところはきちんとやんなきゃダメだよね。やっぱスパイ募集法になんか前のめりになれないのはやっぱ調べたい人がいるっていう、いるんじゃないのすでに。私には分かりませんけどね、うん、私はだから中国国内中国に行った時もちゃんとあの引っかかんなかったし、うん、それって言える人は多分大丈夫なんだよ、うん、でもそれって言えない人いるから、はい、不思議だよね。私は国内にいる時にもそういうアプローチがあって、うん、これとあと中国に出張する時もあったんだから、うん、多くの人があるはずなんだろうなと思うけどね、うん、みんな黙ってんだよね。そういうふうに考えたら、うん、そうなんです、うん、私だから特別じゃないと思いますよ。そうですよね。1月14日土曜日、高橋陽一チャンネル講演会を行います。ぜひお越しくださいませ。